とうございます。本日はセントレアにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ただいまからこちらのステージで行われますのはセントレア出陣祭り冬の陣でございます。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。あの、わけのわからない方々もいらっしゃると思いますけども、なんとなくステージに注目していただければ嬉しいです。今から行われますステージはですね、セントレア出陣祭り冬の陣と申しまして、地元のこの愛知県のご当地武将隊と忍者隊が登場して演舞やトークなどさまざまなアトラクションで今日一日ですね、この会場を盛り上げようというイベントでございます。さあ、そしてですね、さらにいろんなイベントがございまして、こちらをご覧ください。出ない、出ない出ないんです。今からはですね、抽選会、さまざまなね、抽選会も今日はね、行われます。この後ですね、この織田信長の甲冑が試着できる抽選会を行うんです。こちらはですね、12時よりこのね、ステージによって配布されます抽選券をお受け取りいただいて、12時15分から行われますこの抽選会で当選された1名の方に、本日この後1時から行われますこのステージで武将による歴史の授業のが行われるんです。そこで織田信長になっていただいて、武将たちと記念撮影ができるんです。やりたい人すっくねやりたくない、ね、やろうよ、ないけど手あげようか、ぜひともね、来ていただきたいんです。1名様限定のね、このセントレアに展示されている織田信長の甲冑、ぜひともね、皆さんに、ね、来ていただきたいと思いますので、ぜひとも参加していただきたいと思います。さらにこんなイベントもあるんです。どうぞ。はい、こちらはですね、クリスマスプレゼント抽選会でございます。セントレア内の店舗にてお買い上げ2000円以上のレシートをお持ちいただきますとですね、1回抽選会にご参加いただけます。そしてこの特賞がすごいですよ。あの12月14日名古屋港の花火大会のペアチケットが5組にもらえちゃうんです。ちょっとね、この花火大会の説明をしたいと思います。名古屋港クリスマス花火磯貝花火劇場 in 名古屋港と題しまして、12月24日の日曜日夜7時から名古屋港ガーデンふ頭にて開催されます。この花火大会はですね、数々の賞を受賞し常に新しい花火への挑戦を続けている岡崎の老舗花火会社磯貝煙火店が冬の夜空を彩ってくれるんです。これ今までの花火大会とは違ってですね、音楽とストーリー、そして花火が融合したまるでミュージカルのようなエンターテインメント花火大会なんです。ぜひともね、皆様ゲットしていただきたいと思います。このテレビ番組のランク王国ってご存知ですか。そこのね、全国秋冬におすすめの花火大会ベスト3にも選ばれたんです。さあ、残念ながらですね、 SS 席は全てもう完売しているんですが、 S 席5000円、 A 席3000円、チケットはローソンチケットやチケットピア E プラスとかプレイガイドで、発売中です。ぜひ皆様ね、恋人、家族、そしてね、いろんな方々とね、この花火大会を見に行っていただきたいと思います。詳しくはですね、磯貝花火劇場で検索してみてください。その素晴らしい花火大会の、ね、抽選会がこの後行われます。ぜひともね、2000円以上ね、セントレアで買っていただいて、ちょうどね、あちら皆様向かって右手側にね、抽選会が行われておりますので、ぜひともこの花火大会のチケットをゲットしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。申し遅れました。私、このセントレア出陣祭り冬の陣の司会を務めます市川智也でございます。どうぞ一日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい限りでございます。さあ、先ほどから言っておりますけど、セントレア出陣祭り冬の陣でございます。さあ、この愛知県にはさまざまな武将隊がいる中で、今日はですね、このセントレアに非常にゆかりのある方々ご登場いただきたいと思います。まず最初はこの方々の登場です。徳川家康と服部半蔵忍者隊。愛知県が推進する武将観光をさらに盛り上げていくために、家康公を支えた服部半蔵を中心とした5名の忍者で新たに結成された愛知県の観光 PR 隊です。2015年を愛知観光元年と位置づけた愛知県のキラーコンテンツとして、武将のふるさと愛知を国内外へと発信していく使命を帯びて、
現世に蘇った忍者たちです。ワクワクドキドキする忍者ワールドをお楽しみください。それではご登場いただきましょう。徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆様です。いや、みんなに見てもらおうと思ってるんじゃがの、この様子のみんなの大きな掛け声とともに始めていきたいんじゃな。家に一つ後ろに忍術を伝授いたす。はっ、さあ真似をしてみてくだされの。お、組めるものもおるな。さあ姫様赤様にはちょっと難しいかもしれんから、やり方をの詳しく説明いたすぞ。まず2本指を出し、そうじゃな。でその指を閉じるんじゃ。して右手を左手に収める。そうじゃな。シュッと入れるんじゃな。そして胸の前でところを決めてくだされ。シュッ、ほうじゃほうじゃ。さあではのこたび わしらがニンニンと申すがゆえに、その後続けて大きな声でニンニンと言ってくださりませ。ええかの。では参るぞ。ニンニン、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 ええぞ、ニンニン、ニンニン。ああ、ええですな。さあではこたび一番大きい声で拙者のせーのの声とともに、今度は一緒に行ってまいろうかの。でもう一度韻を組みまして、ではまいる、せーの、ニンニン。ありがとうさんじゃ。忍者ショー始まり、始まりじゃ。我が主君徳川家康様の命は我らがお守り申す。神君伊賀越え。1582年、本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれ、信長と同盟関係にあった徳川家康も次に命を狙われることとなる。家康、人生最大の危機、危険な伊賀を越えて岡崎の地へ戻るため、家康は家臣服部半蔵に命を下す。わしは何としても生きて岡崎城に戻らねばならぬ。我が民が待っている。伊賀を越えるぞ。さあわしらを先導せよ。御意、この命にかけて家康様をお守りいたしまする。はっ、ここは我
道のりはまだまだ長い。皆の者、ひるむな。はっ。岡崎までもう少しじゃ。共に生きて帰ろうぞ。はっ。おい。無事岡崎城に戻ることができたぞ。主らをアルミイガシュとして取り立てようぞ。平成の世によみがえっては服部半蔵忍者隊として存分に手柄を立てよう。お、我ら服部半蔵忍者隊ここに推参。はあ。こうしてわしが大いなる命今の名古屋で取り立った忍びの者たちが今ここによみがえり、愛知の観光発信をいたしておる。愛知にはわし徳川家康を助けた忍びの者たちが実際におったのじゃ。この者たちがおらなければその後の天下太平の世もなかった。ゆえにこの者たちの働きに大きな拍手をば。ありがとうにゃった。さて冒頭に申したようにここ愛知の玄関口中部国際空港セントレアから我らは観光を発信してまいる。題して忍者空港プロジェクト。さあこの記念すべき瞬間を桃田自身の写真機に収めて帰ればよい。準備はできたかの。5つ数えるでな。ではいざ参る。1列4列3つ2つ1つ、しまいじゃ。空港プロジェクトの名に恥じぬよ。ここ中部国際空港セントリアより我らの思い我らの覚悟を民に伝えよ。はっ。時は流れ天下太平の世が来たる。されど苦しき日々は今なお続く。共に越えようぞ険しき山を。皆が笑って過ごすため我ら服部半蔵忍者隊ここに推参。Yeah!
呼び捨てにしたじゃろ、わしのこと。いや、気のせいにございます。半蔵言うたじゃろ。いや、気のせいにございます。違うか。はい、気のせいにございます。目を合わせよ、すと。申し訳ございませんでした。力強く、ありがとう、わかったわかったわかった。ありがとうございます。拙者がおらん間、何が起こったんだ。わしのこと呼び捨てにしたじゃろ。下がっておれ。さあ、改めまして、我らの今、いかがであったか。どうありがとう、さんじゃ。ありがとうございます。さあ、こたび我々のこと初めて見たよという方おりまするか。どうじゃ。あ、どうじゃ。おりますな。あっちはほら、おるな。あ、前の方でもありがとうございまする。ありがとうな。ちらほらおるな。常にしっかりと我々の説明からせねばなりませんな。しっかりです。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊はですな、お愛知県が推進しておりまする武将観光というものをさらに盛り上げるために、徳川家康をお支えしたこちら服部半蔵正成様を中心に5名の忍びで結成された愛知県の観光 PR 隊でござりまする、うん、さあ、こたびはですな、3名の出陣、ここ中部国際空港に参じしとるわけにござりまする。簡単にも、我々の自己紹介してもええですか。ええかな。ありがとうございまする。大事大事。では改めまして、拙者、陽気者の三平じゃ。はっ。拙者、軽渦の忍者。わしが鬼の半蔵、服部半蔵正成じゃ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推薦。はぁ。もっと拍手ちゃうね。あ、違うじゃん。朝から気持ちいいにございますね。なあ、さあ、しっかりと決まったところで、ここからガラリと空気を変えてまいりまする。は、うん、題して下克上の時間。なんじゃ、ついてもらうのか。お客人ポカーンとしておったが、なんじゃ下克上だ。急にもう一度まいりますか。大きな拍手をお願いいたしまする、うんうんうん、題して、題して下克上の時間。あ、ありがとうございます。何誰が、あ、家様。忍びの者たちよ。はお、お、その前にわしが誰か皆分かっておるじゃろうか。分かるじゃろうか。わしらの背番じゃ。忍者大好き将軍。おありがたく幸せ。我が名は愛知は尾張名古屋海部の僧徳川家康である。拍手じゃ。あ、お移りにはなりません。そうだな、声じゃな、声だけの声が聞こえてくる。では、進めよ。はい、始まりました。さあ、家康様、声だけの出陣ということで、さあ、改めて下克上のお時間ということにございます。うん、まあ、こたびの何するんじゃ。見ていただければ分かるんですよ、うん、半蔵様、棟梁にございます。我々下々の身にございます。ゆえにですな、チートばかし半蔵様に対決を挑もうと思っておるんじゃな。さようにござります。そろそろ半蔵様を超えとうございます。わしに下克上と。さようにございます。なるほどな。上にこたびの対決方法はこちら、手裏剣体験にござります。やはり忍者といえば手裏剣体験にございまするが、こたびは得点制でちょっと挑もうと思っております。なるほど。このあちらですな。これか。さあ、文字見えておりまするか。見えとるか。ちょっと難しいかもしれませんが、読めるか、読めるか、読める か, めるか、これ漢字で書いてあるんですな。おこにしよ、さよ。これの1から9までの数字がバラバラに書いてあるんだな。ちなみに真ん中で赤く書いてあるのは100点にございます。さよ。まあ、こちら、こたび我々半蔵様と拙者三平が2投ずつ打ちまするがゆえに、その合計点で競おうかなと思っております。なるほど、かしこまりました。叩き潰してくれよ。かなり怖いにございますが、めげずやってまいろうと思います。さあ、ではもう早速やってまいりましょう。半蔵様、三平からやってもいいですか。ありがとうございます。さあ、手裏剣の打ち方知っておりますか。どうじゃ。後方者のこれなかなか取らんのじゃな。よいにしっかりと手首を使って縦に見てくれの。さあ、ではそうじゃ、そうじゃ。はっ、斜めでないのかな。さあ、ではの、遠すぎてもあれじゃねえの。ここら辺にいたぞ。かしこまった。さあ、では参ります。三平の1投目にござる。応援をお願いいたします。ああ、応援だ。ありがとうございます。まい、おお、なんだ。始まったばかりにござる。ま
功にございまする。よし、おいおい、ありがとうございます。はっ、おお、7点と3点の結果でございます。3点の3、狙ったりございます。3点の3、ありがとうございます。3点は合計点10点ということで、10点、わしが10点を上回れば勝ち。なるほど、ありがとうございます。では半藤様、10点以上取ってほしいところじゃな。さあ、わしの親はどうした。わかりました。さあ、では半藤様の怒りにございます。お参る。なんだ、OK、 おー、そうだ、流れが同じ。さあ、ここからが分岐点となる。はい、ゆえにわしと三君の分岐点となる。半蔵様が4点以上、それは半蔵様の勝ちに。4と5じゃん、これ。4はこれじゃない。はい、でございます。いや、難しいな。右下、え、4を狙いませんか。いや、5を狙う。え、いや、半蔵様100狙ってくださいから。100か、いや、これな、100外すとな、1点になってますこれ。あ、リスクっちゅうか。いや、誰も持っておりませんか。半蔵男の5確定。なに、まだ100点見たいよ、もう。はい、そうだな、100点をぜひにお願いいたします。さあ、では半蔵様の2投目にございます。参る。おー、これー、半蔵様勝てろ。これだ、わし、コーナーを引き出した人と今。あ、まことですか。では3点はしっかりと判断いたします。あ、さよ。さあ、南郷様が0点にございます。0点にございます。長い数字なるほど。今、切られましたね。ブー長すぎます。精神的な長い。ブーが今切られたのもしな。さあ、南郷様は動揺しておられるかと思いますが、こたびの勝負は10対0です。3点の勝ち。ありがとうございます。お主、明智の者と手を組んだじゃん。いえ、そんなことはございません。あんなこう仕掛けあるじゃん、こんな全部落ちるの。そんなこと、そんなことないか。そんなことはございません。ないか。さあ、こたびの下克上勝負三平の勝ちで下克上勝負しまいにござりましたんじゃった。ありがとうございます。半蔵様、こたび半日だけでも縁ですので、三平の言うことを聞いてくださいませ。いや、厳しいな。仕方ないからな、下克上負けとるで。ありがとうございます。あ、リンドのどうぞ。なんでもない、なんでもない、なんでもない、なんで敗北したか。ありがとうございます。さあ、このようにですね、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊はこれからもこの愛知県をより一層盛り上げるべく、名古屋城、そしてここ中部国際空港を拠点にし、愛知の魅力、忍者の文化を伝えてまいりまするがゆえに、ぜひとも応援の方よろしくお願いいたしまする。我らですが、またまたぜひ愛知県に来てほしいにございまするがゆえ、ぜひともですが、皆様の持っておるからくりでござるじゃろ、うん、あちらにですが、なんとホームページ、ツイッター、フェイスブック、よいしょ、忍者のインスタグラム、インスタグラムもやっております。ぜひともですね、調べてまた我々に会いに来てくださりませ。よろしくお願いいたします。あ、よっこらしょ。といったところで半蔵様、うん、なんじゃ、最後の一言をよろしくお願いいたします。やってみよう。お、なんか、やってみようという、ここちょっと小声であったの、ささやいておった代わりに大きな声で言わせていただきます。さあ、やってみよう。いや、いたしかたない、下克上で負けとるよ。いや、いや、お嬉しいになられるのですか、家康様。でも嬉しいございます。三点のブレーが通じたわ。さあ、半蔵様、最後に一言お願いいたします。はい、よかった。それでは皆様も、わしらの忍者ショーを見ていただき誠にありがとうございました。さあ、こたびのの、こちらではセントレア、あ、映っとらんかったな。セントレアのの、この冬の陣ということでな、わしら、そして名古屋おもてなし部長隊、この後演舞を控えておる。しかとその目に焼き付けよう。そしての、このセントレアの店舗内にて2000円以上を買い上げして、その、なんじゃ、伝票、レシートの、レシートの、その抽選のするところに持っていくと、なんと、わしらのの、そして部長隊の素敵な景品が待ち受けておるでな、皆の者待ち受けておる。待ち受けておる。喜ばしいものが待っておるで。しかと皆の者受け取って帰るがよいぞ。見事、ありがとうございます。皆の者、拍手じゃ。
さあ家康様にお褒めいただいたところでわしら愛人だぞ。それではなもののさらばじゃ。すごいでしょ、手裏剣0点でしたね驚きました。投げた瞬間に一つがねポロンと落ちていくっていうね、ちょっと神がかったことも起こりましたけどもね、本当そう。